はようございます。岸田奈美さんから新しい本を送っていただきました。岸田さんは今年の円覚寺夏季講座でもお話しいただいています。題名が傘の差し方がわからないというのであります。初めて出された本が家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったでありました。昨年の9月の出版でした。それから2冊目が今年の6月に出たもうあかんわ日記でした。この本をいただいた時のことはかつて書いたことがありますのでご参照くださいませ。岸田さんとの出会いはお母様である岸田博美さんの講演会に行った時が始まりでした。岸田博美さんが知事出版社からママ死にたいなら死んでもいいよという衝撃的な題の本を出されて、その講演会を拝聴に行ったのでした。この本の帯には27歳で長男を出産、知的障害のある子だった。37歳、最愛の夫が突然死、心の支えを失う。40歳、生存率 20% の大手術、無事生還するも下半身麻痺となり車椅子生活に。50歳、これまでの経験をもとに年間180回の講演、人々に生きる勇気を与えていると書かれていますように。岸田博美さんは壮絶な体験をなされた方であります。本を読んで感銘を受けて講演会があると知って出かけたのでした。都内の会場で一般の皆様と共に受付で並んで順番を待っていると、お若い女性の方が私を見つけてさっと控え室に案内してくださって、岸田博美さんにご挨拶させてもらえたのでした。このお若い女性が岸田奈美さんでした。なんとよく気のつく方だなと思ったのでありました。岸田奈美さんの人生経験もまた私などには及ばないほど深くて濃いものなのであります。中学2年生の時にお父様が心筋梗塞で突然死されてしまいました。ちょうど反抗期で口喧嘩をして別れたその明くる日に亡くなったのでした。悔やんでも悔やみきれない思いだったことでしょう。その後お母様が懸命に働かれます。子供たちを養っていかねばならないのです。高校1年の時にお母様が過労で倒れてしまい、突発性大動脈解離で下半身麻痺となってしまったのであります。今まで元気だった母が急に倒れて入院、医師からは手術中に亡くなる確率は 80% を超えますと告げられました。そう言われて手術の同意書にサインをして手術をお願いしました。結果一命を取り留めたものの下半身麻痺の体となったのでした。皆の前では明るく気丈に振る舞われていても生きる希望を失ってしまうお母様を支えて頑張ってこられたのでした。岸田奈美さんはママが生きててよかったと思えるように何とかするからと言って大学で福祉を学び、新しい会社を立ち上げ、お母様を雇い講演をしてもらうようになったのでした。初めて講演をしたお母さんが多くの方から感謝されて、奈美ちゃんほんまにありがとう、私生きててよかったと言われるようにまでなったのです。これだけ書くと実に悲劇でもめげずにけなげに努める方という印象がありますが、ご本人は底抜けに明るい方であります。もちろんのこと、その陰にはたくさんの涙があったろうと思います。さて、この度の新刊傘の差し方がわからないを読んで感動したのは何といってもこの題名であります。傘の差し方がわからないという一語を選んで題にされた岸田さんの感性には敬服します。これがどういう意味なのかは解説してしまうと申し訳ないので、どうぞ本書をお読みくださいませ。それからこの本にはサンダルを手放す日という章があって、そこで私のことを書いてくれてます。ほんの一部だけを紹介させていただきます。
横田さんと出会ったのは、私の母が本を出版した時、老子も同じ出版社から本を何冊も出されていて、そのご縁で母と横田さんが対談したり、同じイベントに出演したりすることが年数回あった。その母の後ろにひょこひょことついていったのがこの私。仏教の教えをもっと多くの人に知ってもらいたいねという老子に、私が、横田老子の着ぐるみを作るのはどうでしょうか、南霊君という具合にと言ったら、老子は大笑いして、それはいいですなぁと痛く喜んでくださった。周りにいた修行僧さんが青ざめながら、老子それはちょっとと慌てて止めに入ってくれたことを覚えている。その後修行僧さんたちからものすごく遠慮がちに仏道の何たるかをしこたま教えられ、私は平謝りしたのだった。老子の心の広さに盛大に包まれた私は、人生に迷うといつも円覚寺に足を運ばせてもらっているという書き出しであります。それから数年後、最も信頼していた同僚との人間関係に悩まれて会社を休職してしまったのでありました。そんな頃、岸田博美さんとの対談があって、久しぶりに岸田奈美さんともお目にかかったのでした。悩んだ末に休職するに至った経緯について、かくかくしかじか話している間、横田さんは黙って何度も何度もうなずきながら私の話を聞いてくれた。それはね、ひどい雨や風と同じですよ。横田さんは静かに口を開いた。自然には抗えません。台風みたいに吹く風や降る雨を前にして人は無力です。そんな時は家に入って雨戸を閉じて布団をかぶって過ぎ去るまでじっとしている。そうしたらいいんですよと。驚いた。私は会社に行けないことは悪いことであるから、憂鬱に抗うためにもどうにかして自分のメンタルを持ち直す必要があると思っていたと、こう書かれています。それからこの一章の最後には、また迷った時には横田さんのもとへ行きたいと思っていると書いてくれていて嬉しくなりました。その後、今年の6月に、もうあかんわ日記が上司された時に、本の扉にサインをお願いすると、雨戸を開けたらやっと晴れてましたと書いてくれたのでした。わずか1年ほどの間に3冊もの本を出されるとは大変なことでございます。この3冊目もまた思いっきり笑いながら、そして時に泣きながら読んでしまいます。読み終わったならば、心が温まって生きる力が湧いてきます。ぜひおすすめします。それでは今日も姿勢と呼吸を整えましょう。両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら吸いながら、肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、もう一度息を吸いながら吸いながら、ぎゅーっと肩を持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、最初一息、息を強く吐き出します。その時にはお腹の底の空気も、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、一息強く、はぁーと吐き出して口を閉じます。すると鼻から新しい空気が自然といっぱい入ってまいります。おへその下、お腹の底の方、丹田にまで新しい空気が満ち溢れていきます。体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいりまして、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。
はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますことをお祈りしております。